鹿児島県南九州市の農場で見つかったのは、アメリカ大陸が原産のが、ツマジロクサヨトウの幼虫です。体長はおよそ4センチで、主にトウモロコシに寄生し、農作物を食い荒らすということです。アフリカやアジアで急速に蔓延していましたが、日本で見つかったのは初めてで、中国や台湾から風に乗って日本に侵入した可能性が高いということです。 農水省は熱帯地方が減産のため越冬は難しいとしていますが適切に農薬を散布して早期に駆除をしていくとしています。